皆さんこんにちはこの動画ではモマとガイドスタッフが所蔵品の中で特に思い入れのある一押しの作品をご紹介します今日の担当は不活ですよろしくお願いします私の選んだ作品はこちらコガ春江の海ですこの作品を選んだ理由はもともと特別好きな絵ではなかったけれど何度もガイドをしてきて愛着ある一枚になったからです 会話鑑賞の面白いところは自分一人ならちょっと見て通り過ぎてしまうような作品でもみんなでじっくり見ることでいろいろな発見があるということです。この絵の第一印象を聞くと変なところが気になってよく見てみたいよくわからないから一人なら見過ごしていたかもといった意見が出ます。そここここで、変ななところってどどわからないのはどこと聞いていくと絵をじっくり見てしまうのです。 まず何が目に入りましたか海、空、女性、工場、飛行船、潜水艦、帆船、灯台、鳥、魚、エビ、海藻など、たくさんのモチーフが散りばめられています。実は、絵はがきや雑誌などから規制のイメージを引用し、それらをキャンバスに写実的に写し取り、 組み合わせてて一つの画面を作り出していますだから変なんだだからよくわからないんだ画材はキャンバスに油彩ですが絵肌をよく見ると筆跡が主張しないフラットな薄塗りであることがわかります。そのおかげでさまざまな資料から引用して組み合わせたということが目立たず一見すると一つの風景に見えます。見れば見るほどいろいろとおかしいのですが。 水平線の位置とかまるで水槽を覗くように海の中が見えることとか工場や潜水艦が断面図になっていることとか女性の立っている場所も謎です。シュール描かれたのは1929年、関東大震災の直後です。その時代を考えると生き生きとしたモダンガールもいることで新しい文化や産業に前向きな絵なのか。 それとも魚やエビなどの自然の生き物が海を開発されて困っている絵なのかそんな意見も出てきます皆さんはどう思いますか画面構成やたくさんのモチーフを不思議に感じて皆さんの視線もぐるぐる画面上で動いたのではないでしょうかもしかして私たち作家の仕掛けた罠にかかったのかな対話鑑賞は参加者のみんなでお話ししますが 一人の時も作品と対話するつもりで、こんな風にじっくり見て楽しんでくださいね。お楽しみいただけたでしょうか。今日の作品は、こが春江海、海でした。この作品は、5月16日まで、東京竹橋にある東京国立近代美術館のモマットコレクション展にて展示されています。参考文献はご覧の通りです。 この動画は東京国立近代美術館解説ボランティア MOMAT ガイドスタッフが教育普及室の監修のもと制作しました。開館日の毎日2時から行う所蔵品ガイドの進行役を務めているのが MOMAT ガイドスタッフです。一方的に作品を解説するのではなく、様々な見方を提案したり発言を引き出したりしながら対話と多様性に満ちたギャラリートークを提供しています。 所蔵品ガイドは現在新型コロナウイルス感染症対策で休止中です。次回もお楽しみに東京国立近代美術館のチャンネル登録もぜひお願いします。